バンダイナムコホールディングスサンライズ株式会社サンライズは日本のアニメ制作会社バンダイナムコホールディングスの子会社日本動画協会制会員1972年経営難に陥った旧虫プロダクションから独立した営業制作畑のスタッフが中心となって有限会社サンライズスタジオという名で創業プロの制作営業部門に所属していた 岸本義し伊伊藤正則、山浦英治、渋谷康夫、岩崎正美、沼本清美、米山康彦の7名が設立メンバーである。手持ちの資金がなかったことから、同年、虫プロ作品で音響を担当していた東北新社に、出資を仰ぎ、サンライズ創業者との共同出資により、株式会社創営者を設立。創営社が企画と営業を行い、アニメの実制作は、 サンライズスタジオで行う体制が取られた。そのため、当初の営業、制作スタッフは、サンライズスタジオと、送営者に同時に在籍する状態であったが、送営者自体は、東北新社の子会社で、下請けの存在だったため、この当時に制作した作品の著作権表示は、すべて、コピーライト東北新社となっている。本社が設立された1972年は、 彼らの独立元とも言える虫プロやその関連子会社の経営難や労働争議が表面化しつつあった頃でもあった。これは企業の成り立ちや手塚の移行及び経営方針がゆえにアニメーターにあらずんば、人にあらずと言われるほどにアニメーター編長の作品作りが最優先される企業風土となったことで合理的で適切な企業運営ができなかったことが 主な要因となったものであった。創業メンバーは、急視プロが倒産直前の末期的要素を呈する、前に独立した面々ではあるものの、同社の内情と体質的な問題を組織内部から見て知る者たちでもあり、この企業体質がサンライズスタジオの経営における大きな教訓として、現在まで受け継がれている。すなわち、サンライズにおけるクリエイターが、 経営陣に入ってはいけないという経営ポリシーの確立である。そのため、創業以来、自社スタジオは構える一方で、制作振興管理業務以外の実制作作業は、外中スタッフがほぼ全てを担っており、すでに50年近い歴史を持つ企業でありながら、サンライズ一筋のプロパー正社員として、監督を務めた人物もいない。これもまた、アニメ制作に必要なスタッフや、 専門職の大半を自社で、正規雇用として抱え続けたために、昇給、人件費増加、社内ポストなどの問題が解決できずに労働葬儀に至って破綻した、急務士プロの反省でもあった。そのような意味において言えば、サンライズでヒット作を手掛けてその名を知られる、富野義行高橋良介などの監督や、演山のり安彦義和、 木村隆弘などの著名アニメーターもあくまで外中スタッフに過ぎず、クリエイターは携わっても作品単位での企画、制作までにとどまっている。また、創業当初の経営陣はアニメの作品性も重視する一方、それ以上に必要に応じた外中の多様など、コスト削減や各種半券収入なども含めて、総合的な採算確保を図り健全経営を、 維持することを最重視する経営方針を打ち出した。玩具の商品企画のタイアップをアニメ企画の起点と主軸に据える作品構築のシステムを採用していたことも今日に至るサンライズを形成した重要な特徴の一つである。この背景には資金のない弱小プロダクションゆえに人件費を負担できない漫画原作の著作権を得るために必要な予算が捻出できない などといった経営初期に抱えていた資金面にまつわる事情がある。一方で出版物を原作とした作品の場合、アニメ雑誌が記事に取り上げる際、著作権者の移行という形で紙面の素材として使用したい映像の使用許諾が得られなかったり、ページ数の政権が付きまとうことが多く、サンダイズ作品におけるオリジナル企画の多さは1980年代を 中心にアニメ雑誌においてメインに据えられ大きく取り扱われる要因となった。1976年11月に東北新社参加から離脱。株式会社日本サンライズに改組称号を変更し、東映本社作品とつぶらやプロ作品のアニメーション制作を下請けするようになる。一説には利益の配分をめぐる喧嘩分かれとも言われており、 サンライズの飯塚正雄によると、ゼロテスターや勇者ライディンなどで得た利益はすべて東北新社に行っており、彼らは給料が上がらず不満が溜まっていたという。翌1977年の無敵超人山ボットさんにて、初めて自社企画制作作品を世に送り出す。1979年制作の機動戦士、ガンダムとその後の劇場用作品により、 アニメ業界にリアルロボットブームを起こした。1981年、初代社長の岸本義勲が死去。当時まだ40代であったが、激務がたたり体を壊したものであったという。岸本の死を受け、第二代社長に伊藤正則が就任。1985年にはオリジナルビデオアニメに進出。OVA という体裁をとっているものの、サンライズ制作のそれにおいて、 全くのオリジナル企画は少なく、走行機兵ボトムズのようなテレビシリーズで人気を得た作品の続編や気候両兵メローリンクのようにその延長線上にある企画という基本方針をとっている。1987年6月に株式会社サンライズに称号変更し、第3代社長に山浦英二が就任する。この称号変更と山浦の社長就任に伴い、 従来のオリジナル企画主体の路線から転換し、ミスター・アジッコ、シティ・ハンター、バツ・テリーなどを短所に原作付き作品を手掛けることが増えていった。これらの作品では著名な映画やドラマ、制作当時の時事ネタ、同時期に放送されたアニメ作品のパロディを演出として取り入れるようになり、以降同社制作アニメの特徴ともなっていく。またこの頃は、 ガンダムに橋を発したリアルロボットブームが下火になりつつあった時期でもあり、その火付け役であったサンライズも、また、飛行戦機ドラグナーを最後にリアルロボット系作品に依存した体制からも一旦脱却。ガングメーカーとのタイアップのオリジナル企画においても、魔人英雄伝渡るおきに子供がロボットに乗る、もしくはロボットと友情を育むことで敵を倒す、ロボットアニメを手掛けたほか、 鎧伝サムライトルーパーの関連作品の成功を受ける形で、容姿端麗な美少年が特殊アーマーを装着する鎧物が幅を利かせた。1990年代前半には、当時のガンダムよりも下の年齢層をメインターゲットとした勇者シリーズが商業的な成功を収めるなど、もともと得意とするオリジナル作品も堅調に推移した。 1994年4月1日、バンダイによる資本参加を受けて、同社参加のグループ企業となる。これに伴い経営陣も刷新され、以降の経営上層部の人材は、松本悟のように、主にバンダイの送り込んだ人物が占めるようになっていった。川口勝美によると、バンダイグループ内部には出資した作品の、マーチャンダイジングの成功、不成功の判断基準として、 ガンダムシリーズを指標に用いる向きがあり、同シリーズと同程度の売り上げでないと作品として成功とはみなされないことから自然とガンダムに変調していく傾向があるという。サンライズ作品に限らずロボットアニメはガンダムに淘汰されるという見方すらある。このため勇者シリーズが終了した1990年代末以降はサンライズ自身でさえ少年向け 低年齢層向けのロボットもののオリジナルアニメ作品を発表する機会にはなかなか恵まれなくなった。またバンダイグループは、半券、キャラクター関連のビジネスでは、長年の業界最大手として、豊富なノウハウを持っているが、その裏返しとして同社が関与する作品において、半券や制作体制全般の管理が極めて厳しく徹底されることでも知られている。 サンライズもバンダイグループ入りの後はその例に漏れず、半券ビジネスだけではなく作品出演の声優や原作者、監督などのメディア出演についても管理がより強化、徹底されるようになっていった。以後の遠隔、歴史は下記にて年代ごとに記載。2007年にバンダイが旧ナムコと経営統合し、バンダイナムコグループを設立したことで、ナムコ系。 テレビゲーム作品とのタイアップが増える。一例としては、同年に制作された、ザ・アイドルマスターを原案とした、アイドルマスターゼニヒ・ヒロッサ、2008年制作の、テールズ・オブ・ジ・アビスのアニメ版などが挙げられる。それとは、対照的に、かつての主軸でもあったガングをメインとしたコンテンツとの、タイアップ作品は、2004年の、音名大戦記以降は激減した。 ガンダム以外のオリジナルロボット作品についても、コードギアスシリーズや、ゼーガペーンなど、少数に止まる。2010年代には、自社参加、読者参加企画発祥のメディアミックス作品、ラブライブが大ヒットを飛ばしたことを筆頭に、以前よりもさらに様々なジャンルの作品を手掛けるようになった。2015年4月1日、キッズファミリー向け作品などの一部の制作部門を、 分社した株式会社バンダイナムコピクチャーズが設立される。社長はサンライズ社長の宮川康夫が兼任する。これ以降のサンライズはハイターゲット向けの作品を中心とした制作体制に特化することとなる。2016年9月、サンライズ内部で独自に立ち上げた冷蔵系オリジナル作品を発信するウェブサイトやた文庫をスタート。2017年9月、 創業45周年を迎える。2018年11月20日、ーベックのポストプロダクション部門を除く映像制作事業を譲り受けすると発表。その後同社の撮影部門、練馬スタジオ、仕上げ部門及び過去作品の著作権を除くアニメーション作が制作管理部門の譲り受けに変更された。これを受けて二千十九年三月一日付で新会社、 株式会社サンライズビヨンドを設立し、4月1日付で同社にこれらの事業が継承された。2019年4月1日、宮川康草のバンダイナムコエンターテインメント社長就任に伴い、専務取締役の浅沼誠が社長に就任。2021年3月1日、半世紀近くに及ぶサンライズの過去作と、 その関連情報をエンタメ的にアーカイブするサイトサンライズワールドを開設。これと連動する形で YouTube に開設されていたサンライズチャンネルにて無敵超人残ボットさんをはじめとした1970から1990年代初め頃までの過去作をいくつか期間限定かつ各1クール分までのプレミアム料配信開始。 シリーズダミ1970年代1980年代1990年代2000年代2010年代2020年代1970年代1980年代1990年代2000年代2010年代2020年代テレビシリーズの総集編は放剖除外1980年代1990年代2000年代2010年代と昨日ない限り いずれも、日清食品の CM。岸本義伊藤正則山浦英二吉し、いさおいと、まさのり、吉まうら、え井かな子の父、内田健二宮川康や沼、誠とキャラクターデザイナーキャラクター、作画監督、メカ作画監督、その他のアニメーター。ありがとうございます。